おはようございます。速稼塾の久保です。今日2034フェスで、宝塚に向かうんですけども、ちょっと雨模様ですね。私の住んでる広島で雨だとエンジンが温まりにくいんで、まあいいかなというところもあるけども、現地でねやっぱ雨が降るとちょっと面倒ですね。皆さん雨対策、暑さ対策は今日いらないかもしれませんけども、雨対策の方をしっかりしてお集まりくださる方はお集まりください。で今後の予定なんですけども、本日が2034フェスがねありますよね。2034フェスがあって、明日が西阿波倉村に向かいます。西阿波倉村で、あ、おはようございます奥井さん。で、8月5日なんですけども、すいません、こちらの方はちょっと中止ということでございまして、東京の FX 会はありません。繰り返し申し上げますけどね。その代わり8月の25日の海老名の方に参りますので、そのね前後だから24日とかにできないかなと思ってるんですけども、8月24日東京周辺にお集まりいただける方はいるでしょうか。東京都内になると思いますけども、もしいらっしゃったら2泊3日で参ります。それからですね、7月、今月の27日なんですけども、私関空の方に参ります。関空ホテルで、そこでお一人の方午後から面談が1件させていただいて、それから夕食もご一緒する方がいますね。でお二人の方ちょっと時間取らせていただきました。こちらの方はもうちょっと申し込みできないんですけども、すいません、よろしくお願いします。で28日からは速稼塾の皆さんと行くバリ島インドネシアですね、金融ツアーの方に、皆さんとね楽しむことができるわけですけども、楽しいだけじゃなくてお金増えますからね。あの例のやつでお金増やした後は増えた分をOCBC 銀行の方に預けて、暗号通貨いっぱい持ってる方も OCBC 銀行で決済するとむちゃくちゃ得です。今ね藤巻議員か参議院で当選確実になって、当選したのかな、バリ島まで、ありがとうございますイコさん。暗号通貨税制のことについてもいろいろとねこれから議論されていくと思いますけども、現状でね暗号通貨の決済って難しいんですよね。でも OCBC 銀行だったらむちゃくちゃ有利ですね。何が有利かはもうちょっとねお話したと思いますけども、まあ現地でまたお話しますよ。とにかく暗号通貨で含み益を抱えてらっしゃる方、処理に困ってる方、出口をお持ちでない方、ぜひね一緒にバリ島に行きましょう。バリ島が我々のお財布になります。うん、ヒントじゃあ行こうか。ではねもうちょっとしたら出ますんで、よろしくお願いします。向こうで会いましょう。失礼します。